ベクトル解析、ベクトル解析、ベクトル解析、英語、ベクターカルキアラスは、空間上のベクトル上やテンソル上に関する、微積分に関する数学の分野である。多くの物理現象は、ベクトル上やテンソル上として記述されるため、ベクトル解析は、物理学の様々な分野に応用を持つ。物理学では三次元ユークリット空間上の、 ベクトル解析が特によく用いられるが、ベクトル解析は一般の N 次元多様体上で展開できる。三次元ユークリット空間フォーミュラ1乗のベクトル乗とは、フォーミュラ1乗の各点に対し、推し点とする三次元ベクトルを対応させる、写像のことである。本校では特に断りのない限り、この写像がに関して滑らかな場合を考える。すなわち、 フォーミュラ1の座標を使ってと表したとき、角が任意回微分可能である場合を考える。なお、ベクトル上の記法としての代わりにのようにを下付きに書くことも多い。しかしこの下付きの記法だと、成分表記したときに煩雑になるので、本稿ではとの両方の記法を混用する。同様に三次元ユークリット空間フォーミュラ1上のスカラー上とは、 フォーミューラ1乗の各点に対し、実数を対応させる、写像のことである。ベクトル上の例としては、電乗、磁場、重力場などがある。また流体上の各点に、その点での粒子の速度ベクトルを対応させることで、速度上を定義することもできる。をベクトル上とし、ユークリット空間上の曲線が、フォーミューラ8と、パラメータ表示されているとする。 積分を曲線に沿ったスカラー状の線積分という。線積分の定義は、塗装の向き付けには依存するが、同じ向き付けを与える限りパラメータの取り方に依存しない。実際曲線を別のパラメーターに、フォーミュラ10と変数変換して、同様の積分を考えると、この変数変換が、曲線の向きを変えないとき、すなわちが、高等的に言えるときにはが成立する。 そこで、戦争と定義し、スカラー上の戦積分をと表記する。の視点と終点が一致するとき、すなわちが平曲線のときはそのことを強調して、とも表記する。戦積分の特殊なケースとしてを考えると、曲線の長さ、誇張に一致することが知られている。厳密な証明は、誇張の項目に譲るが、直感的には、以下の理由による。オホーミュラ8。 の向きをはじめとする、保つようにパラメトライズし、を、長さの微小区間に分けると、の長さは、およそなので、お礼に近づけると、線積分に一致する。従って、常述の線積分で、誇張を求めることができる。曲線を、とパラメトライズできる。このようなをの誇張パラメーターという、を、誇張パラメーターで、フォーミュラ22と表したとき、定義よりなので、 両辺を微分すると、が、口等的に成り立つ。したがって、線積分とは、より、誇張でパラメトライズされた場合のの積分である。ーベクトル上とし、ユークリット空間上の曲線が、フォーミューラ8と、パラメーター表示されているとし、積分を考える。ここで、は内積である。スカラー上に対する線積分と同様の議論で、上述の積分は、 ベクトル上と曲線のみに依存し、のパラメトライズの方法によらない。そこで、常実の積分をと表記し、ベクトル上の曲線に沿った、線積分という。ここでである。成分で書けば、線積分は、とも表示できる。の視点と終点が一致するとき、すなわちが平曲線のときはそのことを強調して、とも表記する。を、誇張パラメーターで、 フォーミュラ22と表すと、に沿った、線積分は、と表記できる。すでに示したようにが、高頭的になり立つので、内積は、フォーミュラ36斧での接線方向の遮影である。すなわち線積分は、ベクトル上の、の接線方向成分を積分したものである。三次元ユークリット空間内の局面が、と、パラメトライズされていたとする。この スカラー上の上での面積分をにより定義する。のパラメーターをと変数変換しても、この変数変換がの向き付けを変えないなら、すなわちヤコビアンが、口頭的になり立つなら、面積分の値は変わらないことを容易に示せる。そこでの上での面積分をとのパラメトライズの方法に占い形で表記する。1の面積分はの面積に等しいことが知られており、 したがって、フォーミュラ43は、面積の微小量を表していると考えられる。このフォーミュラ43のことを面素という。が平局面の時はそのことを強調して、面積分のことを共表記する。向きつけられた、曲面上の点におけるの長さ1の方線、単位方線をとする。なお、におけるの単位方線は2本あるが、そのうちの向きとが、右手形になるものをとする。 この時、ベクトル上の上での面積分をにより定義する。がとパラメトライズされている場合、面積分の定義から、である。積分内は、ベクトル三重積であるので、でもある。をスカラー上とするとき、の勾配を、ベクトル上により定義する。さらに、ベクトル上の回転、発散をそれぞれベクトル上により定義する。微分演算子、ラブラフォーミュラ5と定義すると、 勾配、回転、発散はと表記できる。勾配、回転、発散と、線積分、面積分は以下の関係を満たす。ここで、は、それぞれ三次元ユークリット空間上のスカラー上と、ベクトル上、は三次元ユークリット空間内の有界な曲線、曲面、および三次元領域で、は、境界を表し、は、それぞれの始点と終点を表す。 発散ディブの幾何学的意味を見るため、ベクトル上の位置パラメーター変換という概念を導入する。を三次元ユークリット空間フォーミュラ1上のベクトル上とし、をフォーミュラ1の点とする。を以下のように定義するが、すべてのに対して成り立つ点とする。このようなは、すべてのに対して定義できるとは限らないが、の近傍等を十分小さく選べば、 任意のと任意のに対して、このようなを定義できることが知られている。このような写像を、ベクトル上の位置パラメーター変換という、位置パラメーター変換を用いると、発散、ディブを、幾何学的に意味付けることができる、を成分でと書くことにすると、体積要素はヤコビアンを用いてという関係式を満たす。すなわち、は、点において、 微小体積を体積比で変換する写像である。より、ここで、フォーミュラ68話のあまり因子行列である。は、高等写像なので、を単位行列とすると、1パラメーター変換の定義より、すなわち、は、微小体積の1パラメーター変換による変化率を表している。簡単な計算により、任意のスカラー上と任意のベクトル上に対しが、 高等的に成立することが簡単な計算により確認できる。また三次元ユークリット空間上では、次が成立するポアンカレの補題、このようなが存在するときを、それぞれのスカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルという。なお、ポアンカレの補題が成り立つのは、ユークリット空間では一次以上のコホモロジー、ドラームコホモロジーが消えていることと関係しており、 一般の多様体では必ずしもこの答えは成り立たない。スカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャルとも存在する場合には一位ではない。しかし、を同一のベクトル上のスカラーポテンシャルとするときであることが容易に示せる。また、を同一のベクトル上のスカラーポテンシャルとするときを満たすが必ず存在する。実際、ベクトルポテンシャルの定義より、 なので、ポアンカレの古代よりとなるが存在する。現代の学校教育では、古典力学の導入からベクトルを用いた物理教育が行われ、数学でも、幾何ベクトル、線形代数学、ベクトル解析といったベクトルの概念が普通に教えられている。しかし、古典力学の登場と同時に、ベクトルも誕生したのではなく、 物理法則などを表記するために19世紀に生まれ、20世紀になり、高次元ベクトル上にまで一般化された。ベクトルが誕生するまでは、直行座標形を用いた解析機化学や、ウィリアム・ローアン・ハミルトンが考案した4元数を用いた記法が主流であり、力学、電磁気学の教育、研究でも、解析機化学的な多数微積分学を用いた、 力学や四元数表記の展示機学が普通であった。余談だが同じようにベクトルを扱う数学理論である線形代数も登場時期はほぼ同じであり、こちらは完成が遅れたため教育に本格的に導入されるのは20世紀後半、数学教育の現代化が言われ出した頃である。20世紀前半は教えられている物理数学が現代とは違っていたのであり、ベクトルは 数学ではなく物理学の授業で導入され、行列式が先に教えられていたし、行列を用いて、量子力学を定式化したベルナー・ハイゼンベルクも、線形代数を習っていなかった。日本でも、明治初期の物理教育では、四元数に基づく電磁気学が教えられていたことは有名である。ベクトルを初めて教育に導入したのは、ウィラード・ギブスとされ、 1880年代のイエール大学の講義で、記号こそ現代とは違うものの、外積、内積やベクトル解析の概念などが当時使われていたが、イギリスの四元数の著書もある物理学者、ピーターが 3K との評判も大変不評であったという。今日用いられている記号や専門用語の大半は1901年に出版されたギブスとの協調。 ベクトル解析によって確立された。しかし、ギブス以降の物理学の教育では、ベクトルは4元数を推進していた、ハミルトンやテイトのいたイギリスにおいて、むしろ盛んに用いられるようになり、物理学における常識的な概念となった。しかしながら20世紀に入ってからはむしろ、スピン角運動量などの概念も4元数に非常に類似しており、ハミルトンには、 先見性があったのではないかとされ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。